ある時は鉄工所の親父。またある時はラジオのパーソナリティ。そんなヨッシー清松が、その豊かな経験と人生哲学で、あなたの明日をクリエイト。ヨッシー清松のあなたの未来。始まりまーす。清松総合。 でで一番有名な社長吉木松ですせーのイエーの皆さんこんにちはアシスタントの松本久美子です、はい、番組では冒頭にヨッシーと会える日をご紹介しておりますが、えー、近いところでは5月30日と31日です,です、ねはい、日田市倫理法人会さん30日はナイトセミナー6時半にスタートです宝屋本店翌朝は、えー、日田建設業会館に場所を変えてモーニングセミナー朝6時から はい、そして6月1日は月初の朝礼これは清松総合鉄工株式会社で行われますはいどうもありがとうございました、はい、まあね、えー、まあ結構お三連ちゃんなんで大変なんですけども<え>、えー、一生懸命頑張りますんでぜひとも聞きに来ていただければありがたいなというふうに思いますはい体力と根性勝負です頑張ってきてください,い続いて後半は吉ッ清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きして スペシャルトークをお送りします。ゲストさん、いらっしゃいさて、今日のお客様は、 未来学園代表の松川大介さんです。はい、どうも。いらっしゃいまして。はい、さあ。よし。何よりも最初俺言わなきゃいけない。そうなんですよ。あのね、今日、あの、松川さんはぜひとも来てくださいって言ったら、実は花束二つ抱えてね、わざわざ来てくれてですね、あの、YouTube でご覧の方、この花束もらってる写真映ると思いますけども、あの、本当に、 僕ら二人に対して一人一人に対してね、花束用意してくれててですね、もう。どうしてかって言ったら、この番組がね、ちょうど5月で3周年を迎えましたっていうの、別に物をもらいたいわけで言ったわけじゃないんですけれどもね、組んでくださってね、ありがとうございます。いや、本当にありがたかったな。仕事をもう知り合って多分1年くらいは経つと思うんですけど、なかなか呼ばれないなって思って、5月3日呼ばれたなこのためだったのかなと思ったのすぐ花屋さんに行きました。ありがとうございます。よし、なんで早くお呼びした っっうそうですよね。<laughs> <laughs> なあ、2周年の最後ぐらいにやる気使ってやればよかったなと思って。ということはもう、じゃあ1年以上のお付き合いなでの、そうですね。役立つ楽しい会で、交換させていただいたのか,かで、ねえー、で、その後ね、うちの朝礼にも何回か来られてて、はいはい、で、まあ、いろんな、あの、セミナーみたいなところには、必ずお会いする人なんで、はいえー、今日の、あまあ、えー、松川先生の、こう、主題である、えー、東の 東野さん秋,秋彦さんですよ、ねはい、東野秋彦さんの回でも僕らお会いさせていただいてまずあの今ご紹介しました未来学園なんですけどね未来というところでこの番組とねゃ、うん、はい、こはねリンクしてますけれども、ね、どういう。 学校なんでしょう、はい、えっと、大分市の金池町にありまして、4年前に開校しました。えー、学校に行きたくても行けない子供たち、教室に入りたくても入れない子供たちをですね、えー、中学校高校生を見ておりまして、えー、高校の卒業資格、提携する通信制高校の高校卒業資格と、その先の就職支援というのをさせていただいております。はい。その他のね、はい、まあ、あの、松川先生の方書きに、はい 精神保健福祉士。はい、引きこもり支援相談士。はい。すみません。初めて私、あの、はい、<laughs> 知った、あの、はい、役職なんですけど、これはどういう、はい、えっと、今年で自分40歳になって、10年前のから不登校支援っていうのを始めさせていただいたんですが、はい えー、沖縄で最初始めて、はい、沖縄出身のもので。ああうん。最,最初、あの、ハイサイって言ったんですけど、普通にスルーされたんで。ああ, <laughs> ああ、そうなんです全然分かっかっはい。で、えー、不登校支援していく中で、あのー、結構一人親のご家庭だったり、経済的に難しいご家庭の子供たちが、一度、教育で学べなくなった時に、学び直す場所ってのが、えー、とても少ないことと、どうしても経済的に、 あの、私立の通信制高校だと、そういったサポート校だとかかってしまう。そういった、あのー、生まれた環境とか境遇でですね、高校卒業を諦めさせたくないという思いで、えー、4年前に自分で開校させてもらいました。最初、生徒9名でのスタートだったんですが、おかげさまでも今、108名の生徒が在籍して、高校卒業に向けてですね、すね自分の夢、未来に向かって生徒頑張ってくれております。ま、いくつか質問していいですかはい。まず、なんで沖縄出身の、<laughs> 松川さんが大分でそういう活動をなさるようになったんですか？元々 <laughs> あ,あ,あ,、はい、あの沖縄でそういった不登校支援のあのー、会社に就職させてもらいまして。まあ,あの働かせてもらったんですけど、さっき言ったように経済的にやっぱ難しいご家庭だったり。 あと、先ほど精神保健福祉士を取った理由として、あの、教育だけの目線でずっと自分も子供たちと関わってたんですが、統合失調症の子だったり発達障害の子、なかなか卒業させてあげることが難しかった子をですね、教育だけじゃなくて福祉の視点でも、あの、見てですね、一緒に教育と福祉で子供たちを支えてあげようと思いまして、一度、えー、会社員を辞めて、専門学校で学び直して、あの、資格を取ったっていう感じです。で、それが大分だった理由、はい、です あ,あのー、家内が別府出身なもので、はい、で、えー、と大分にもともと本社があったところにあの勤めてたもので移動で大分に来てですねでもそこから独立っていう形で,で大分で出会ったんですか<の>奥さんとええー、出会いは沖縄ですねあ,<ー>あの <laughs> あのええー、家内が沖縄が好きで移住していて、えー、もともと別府の,あの別府大学の後輩ではあるんですけど、はい、そこでなんか同窓会みたいので集まって、えー、2回振られたんですけど <laughs> 3回目しつこくしつこく言ってやっと OK もらってですね粘るもんですね、はい、粘るもんです <laughs> 本当はこの話を15分間聞きたいところもあるんですけれども <laughs> ねええ、はい ですかすごいね。で、おはい、あの、まあ、あ奥さんの、まあ、おすすめもあって、はい、まあ、あ大分に拠点を移して、ね、みたいな話なんですか、はい、あの、さっき言ったように、沖縄はやっぱ経済的に、あの、厳しいご家庭も多くて、はい、そういった、あの、不登校をするですね、ビジネス産業っていうのが結構充実していて、学び直す場所っていうのはあるんですが、逆に大分は、あの、福岡とか熊本よりも全然少なくてですね、あの、じゃもう大分で。 やろうかという形でさせて、うそれこそまた去年も、大分市内にはそういった学校も結構あるんですけど、県南地域、群部だと全くそういった、あの、居場所っていうのがないので、あの、去年は佐伯市に開校して、佐伯市も最初去年4名でスタートだったんですが、はい、今年もう21名になって、佐伯校も、うん、あの、まあ、盛り上がってます。 一つは、あの、先生のところの生徒がどんどん増えていくのは、えー、いいことなのか悪いことなのかわからないんですよ。はい。実際のところはですね、うん、先生のところの生徒が、 なくなっていくのがいい社会なんじゃないかなとは思うんですけども <laughs> う、ねはい。あの、教育機会確保法ができて、もう国としても,もう学校だけじゃなくて、学校以外でも社会的自立のためにいろいろ、いろんな居場所で学んでいいっていうふうに国が変わってきたので、うん、あの、そうですね、最初私たちも生徒が増えることが本当にこれがいいのかっていう、逆に私たちの居場所があるからこそ、あの、不登校の数が増えるんじゃないかっていうのもあるんですが、うん、あの、そうではなくてですね、やっぱり高教育、ずっと その子たちを、あの、セーフティーネットでですね、あの絶対取り残さないっていう形で、うん、まずは高校卒業で、その先の支援まで、この10代のわずかな、あの、つまずきでですね、うん、一生を棒に振ることなく支えていけたらなと思っております。すね、まあ、いわゆる、あの、まあ、LGBT の問題も含めてですね、だんだんこう、そういうマイノリティを、こう、 もう,こう世の中のためにあの働けるんだみたいな、そういう社会を作っていきたいという、まあ、一つの流れの中に、はい、え先生の学校もあるのかなっていう感じもしますけどもね。ありがとうございます、うん、でも、ねね、そういう人たちがやっぱり、この社会でこうちゃんとこう自由に働ける世の中って、それがやっぱり理想ですよねそうですね。うん、教育と福祉の両面からっていうのはね、はい、やはり非常にその、まあ、受ける側もそうですけれども。あの 教える側、はい、先生たちもかなりの労力なんじゃないかなと思うんですけど、何かその特徴的なことってあるんですかはい。私たち、えっと、スタッフは全員、まあ、私が精神の資格を持ってたり、社会福祉士さんもいます、はい、保育士さんもいます。はい、で、全員高校教員免許を持ってますので、はいえー、学力、どうしてもフリースクール、じゃあもう、あの、ただの居場所。 お勉強に、学力にですね、どうしても、あの、劣ってしまうんじゃないかと思われがちですが、全員教員免許を持ってます。で、スクーリングも全部大分で行えますので、うん、あの、子供たちが安心して、学んで、しっかり学力も保障して、えー、す、す、っていけるようにですね、そういったサポートもしておりますは。で、今回また、あの、一番最初にちょこっとだけお話したんですけども、はい日の。東野さんの、はい。 講演会を主催されようという話になってるみたいなんですけども、はい、まあこの経緯もちょっと教えてもらっていいですか。な <laughs>、はいあのー、なかなか私自身も 頼まれたら、あの、講演する機会これまでもあったんですが、自分から、あの、何か人に発信するっていうことは、あの、ためらってた自分がいるんですが、あの、社長の昨日の朝礼でもないんですけど、一歩踏み出す勇気をですね、うん、あの、たまたま東野さんから、あの、3月のセミナーが終わった後に、今度また大分に行くんだけど、もしよかったらコラボでやらないかというお誘いを受けまして、あ、じゃあ、あの、今回初めて、あの、講演会を主催させていただくことになりました。はい。はい。近づいて 6月3日の金曜日です。はい、会場は大分市のコンパルホールの多目的ホールです。えー、時間はですねあの、夕方というか夜になりますけれどもね、えー、6時30分から、ら、9時まで結構長いですね。はい、あのー、最初ですね、400、えっ、ー、と、定員が100名の会議室を借りてたんですが、はい、どんどんチラシとか作っていくうちに、はい これじゃ足りんだろうって思ってですね、さっき、あの三百店員が300名入るホールに変更したんですけど、変更した後ちょっと怖くなってきちゃって、今あ怯えてるんですが、<laughs> なんとか、はい、あの、店員いっぱいまで頑張りたいと思っております。入場無料って書かれてるはい。これどういうことですか、はい、もうあのー、これはあのー、まずはあのー、東の、 さんの素敵な、自分も3月にお話を聞いてとってもよかったので、すごい子育てで悩んでるあの保護者様、あとは学校の先生とかもですね、あの、すごい、 聞いて、ためになるお話だと思いましたので、多くの人に聞いてほしいという思いで、入場を無料にさせてもらいました。プラス。教費とか、はい、ね、東野さんへのお礼とか考えると、大赤字じゃないんですか、はいえいえ、もうそれは、はい、あの、東野さんの、えー、高安日本の活動もですし、また未来学園のこともですね、はい、知ってもらいたいと思っておりますので、はい、はい、それは。太っ腹ですね。<laughs> いやいや <laughs> まあ、東野さんからどんなお話が。 はい、来そうでしょう、はい。あ、もうあの、東野さんはですね、と、子育てに関してですね、あの、これまで、あの、不登校の子供たちと関わって、農業を通して、関わってきた体験を通しての、えー、気づきだったり、接し方っていうのをですね、お話ししてもらいます。はい。あの、東野さんって、つむぎ学園のメンバーなんですよ。つむぎ大学。 こうでまあ、あの、例の、アナン君が主催されている、ねはい、うん、五園紬大学の、まあ、講師の一人で、僕とも結構親交があったり、いろいろ話もしたりするんですけども、本当にこう、あの、真剣に子供に向き合って、はい、えー、えー、いいことと悪いことってきちっとこう区別されて、えー、子供に今、今、心です。本当にこう、体当たりで、えー、ずっと教育をされているっていう、まあ、 今の学校制度はどうなのかわかりませんけども、えー、なんか、なんとなく、こう、えー、なんていうんだ、こう、こう、まあ、あの、例えば今の、えー、こう、おなんかあ、お金の問題、投資の問題をどうにか学校にお伝えないといけないと、あの、学校の生徒に教えないといけないみたいなことがあったときに、ちょっと、えー、違う、なんか、 えねえー、アリバイス作りみたいな、うん、そんなことでこうしお茶を濁しているようなそんな気も僕はしてて、はい、そ,んそれを考えるときに本当に体当たりでたもうその子に向かって真剣になって命かけて、えー、教育している姿ってもうなんそれをこう僕らも目の当たりにしてて増川さんもそれは感じますよねはいそうですね。<laughs> はい、これはその保護者の方は、はい、もうぜひあの聞きたいという方多いと思うんですけれども、はい、あの例えばですねあの子どもたちというのは入ることはできるんですかあもちろんですあの子どもたちにも聞いてほしいなと思います親との関わりにもプラスになると思いますので、はい、実はですねあのその次の日、えー、6月4日 日なんですけども、はい、6月4日は、はい、今度は五円通議大学の氷、はい、川真理子んさんっていう人が主催されて、はい、またあ6月4日の午前中、やられますよ、<あ>朝10時から、はいあこ、それはホルトホルじゃなかったかな、うん、あちょっと僕もうる覚えで。はいえー 申し訳ないんですけども、そういう、まあ、もう昼間しか動けないっていう人は。そちらの方もちょっと調べてもらって、ええ、ぜひとも東野さんの話聞いてほしいなというふうに思いますね。もちろん、あの、松川先生もですね。いや、まあ、松川先生のとこは松川先生の話聞きましょう。ね、未来を共に作る視点ということでですね。はい。いえいえ、もう、なんか、こうね、いい感じでガッツされてますので、松川先生、そのあとに、なんか。 3人でで、はい、そうですね東野さんのトークあのセミナーの後はですね、まはあ、30分くらいなんですけど実際にあの公立の立場で働いている先生で、まあ、私たちみたいなフリースクールの居場所のと,あと東野さんみたいなです、ね、農業を通してのえいろんな視点での,あの現今の現代時代に必要な教育というのでトークセッションさせてもらいます。まあ、メンバーは松川先生 あとは東野さんともう一人、はい、あの南涼子さん、まあ、そうですね公立で今勤められてますあの心,理心理学とかです、ね、心理カウンセラーとして、はい、あの生徒と向き合ってる南先生という方3名 3>、はいまああのいろんなね、はい、ことを皆さんこう抱えていらっしゃる方何かヒント 見つかると思いますので、はい、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。6月3日、金曜日。はい、時間はですね、えー、夕方の6時30分から夜の9時まで、会場は大分市のコンパルホールとなっています。さて。はい、えー。この番組、えー、あなたにとって未来とはという質問で、締めくくることになっているんですけども、はい、松川先生にとって未来とははい、えー。自分の未来とはやっぱりあの、子供たち、生徒だと思っております。で、 えー、今、大分県には、一番早い速報では507名の高校生の不登校生、329名の高校を途中で辞めちゃった生徒がいます。 この生徒をゼロにしたいというのが今自分の夢です。そのためにどうしてもやっぱりあの私たち未来学園の中でもあの一番大分では安い学費でさせていただいているんですけどそれよりももっとやっぱり安くですね高教育に馴染めなかった子でも当たり前に高校卒業ができるっていう仕組みを作るためにまあ、あの特例校教育特区でですね特例校を作って学校法人を作ったりですねそういったのをまあ、あの10年後の50歳までにはあの 形にすごいですね。なんか未来のビジョンが。ね、ビジョンがね。それこそ、不登校の子をゼロにしようって、はい、高校、高校を卒業しなかった、できなかった人をゼロにしようっていうその思いだけでやっているっていうのが、まず自分のことよりも、本当に子供たちのことを思ってるんだなっていうのは一番感じるし、ね、まあ、東野さんと同じように、それに対して体当たり、 成功法則も何もなくて、はい、自分の頑張りだけでそれをやり通そうとしているっていうのがすごいなーって僕も横に聞いてて、もうその決意にちょっと心打たれるような感じがしますよね。い,いあの、まあ、自分とも私もスタッフもそうですけど、一番やっぱりあの、一歩踏み出した生徒、高校なかなか行けなかったり、これまで不登校引き込みだったけど、まずはあの、高校卒業に向けて頑張ろうって言って、うちに通ってきてくれる生徒が一番頑張ってくれてるとは思いますので、うん、なんか綺麗事ばっか言って <laughs> い,い,いやあの、どこで学ぶかもあると思うんですけど、<laughs> はい、どういう人に出会うかっていうのも、その子の考え方とか行動が変わっていくきっかけになると思うんですよね、うんはい、そういう意味でも、あの松川先生に多くの子どもたちにね、会ってほしいなって、はい、今日お話を伺いながら思いましたいます、はいまあ、一番あの簡単な機会っていうか、一番ね、最初の機会として用意されているコンパルホールで、6月3日の18時30分から行われるこの、 おおセミナーぜひとも皆さん松川先生どんな人、東光先生なんてどんな人って思ってぜひとも参加してくださいよよろしくお願いします。どんな人かよって思うかもしれないですけども思いません。いやいやいや適当な人間です。はいということで6月3日です。え今日は未来学園代表の松川大輔先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。世のため人のため。 そして己のために、ででを社税として、承人だけで成り立つ会社を目指します。は,こがいはい、松川先生帰ってきました。本当にね、もう… 世のため、人のためっていうか、もう本当に自分のなんか生活度外し,しながら、こう、これからの若者のために彼は頑張りたいっていうのを、もうさっきも自分でおっしゃってましたけど、なんか、すごいなそういう人たちが増えていくと、世の中って明るくなるよなあっていう気がしますよね。そうですね。学校に行きたくても行けないとか、うん、あの、行こうとしてるけど気持ちがついていかないとか、うん、そういうことは本当は前から、 いっぱいいたと思うんですね。うんうん、で、やっとその子たちに対しての、まあ、受け皿が、で,ね、できてきたっていう。居場所ができてきたっていうことですね。はい、まあ、先々週かなんかの一式さんにしてもそうですし、はい、その前の、 ねこまたさんにしてもそうですし、はい、ちゃんとこう、その今までこう、ぐうたらだ、怠け者だって言われてた人に、ちゃんと病名がついて、しかもその、そこの人たちのための居場所を作ろうと思ってくださってる人が今たくさんいるっていうことが、あまあちょっと世の中変わってきてんだろうなっていうふうに思うような、そういうことですよね。はい。はい。まああの、講演会もありますけれども、うん、の 朝礼にこう行ってのお付き合いなんですよね、だから。そうです。あの、ほとんど全ての人は、僕の朝礼から始まって、うんえー、この番組に出てもらうっていうパターンが一番多いですよね。うんうん えーまあ、よっぽどお有名人ならともかくやっぱり僕がその人を知るには朝礼に来てもらうのが一番早い、はいえー、まあそういうこともありますし、えー、まあ、えー、朝早くからわざわざ僕のために来てくれたって言ったら僕も人ですからね、えー、な,んなんとなくこの人を応援したいっていう気になるじゃないですか。のされまたら今回挑戦 ねはい、東野さんのことに対して挑戦をされたっていうことでああそれならいいタイミングだなっていうふうに思ったんで、えー、ぜひとも来てくださいっていうふうにお願いいたしましたはい、はいえー、でねまあその松川さんとの話の中でちょこっと出てきた、えーまあ、今5月の決勝の朝礼の話が、えー、一歩踏み出す勇気の持ち方みたいな、はい そういうお題で僕話をさせていただいたんですよ。で、えー、まあ、松川さんちょこっとだけ触れたんで、えー、ちょっと説明しようかなと思って、はいえーな、何の話をしたのかっていうと、えええー、実はあ、まあ、お題は一歩踏み出す勇気だったんですけども、えー、まあ、今、あ しれ、知れとこう、う、遊覧船う、はい、番カズワン号の話で持ち切りだったりしてるじゃないですか。えーはい、で、ちょっと、それを見てるときに僕思い出したことがあって、はい、えー、セオル号って覚えてますセオル号オル号沈没事件。えー、実はあの、修学旅行中の高校2年生、500、325人が乗った、あ船が、はいえー 呃、プサン沖で、えー、沈没したっていう事件で、はい、え百、ー、476人の、ま、全、えー、乗り組乗ってる人のうちの299人が犠牲になって、そのうち5名があ、プラス5名の行方不明者が出てますよっていう、はい、そういう事件なんですけども、はい、そのセブル号の中で何が、最後何が行われたかっていうと、えー、あの、 決して、あの、みだらに動き回らずに、はい、その、選出でそのまま、あじっと、救助を待っていてくださいっていう、館内放送が流れ続けたんですよ。はい、で、その館内放送を流している、流した、えー、船長本人は、 我が先に一番、一、救助船の一番最初に乗って、えー、逃げてしまってた。<ー>でも、ずっと館内放送を流してる。うん、で、その館内放送を聞いた高校生は、はいえー、動いちゃいけねえんだっていうことで、救、うんえー、助くんのをじっと待って 出たそのせいで亡くなってしまったっていう、うん、そういう事件があったんですよ。はい、で、何が起きたかっていうと、これ、正常化バイアスっていうのにかかってしまったんです、うん、あの、まあ、関内放送で、えー、じっとしとれって言うから、まあ、これ、えー、じっとしとったら助けてくれるんだ、えー、決して今は異常な状況じゃないんだ、えー、船が45度も50度も傾いてる中、えー、必死に物につかまりながら、 彼らは、えー、部屋から出ずに、うんえー、その船の中で救助を待ってた。だから、えー、亡くなってしまったんだ。うん、もう乾杯に飛び出て、あの海の外に、えーねえー、飛び込めば、えー、ちゃんと救,救援の船が待って、 いてててそこに乗っっっけてもらって命助かたた人がたくさん中やっぱり一番、えー、正常化バイアスによってこれは正常なことなんだって自分に思い込んだ人たちが亡くなってしまったっていうまあそういう事件があったんじゃないですかその時に、えー、まあ正常化バイアスっていうのはありますよねでも もし、えー、もしあなたが一歩踏み出す勇気がないっていうのは、今正常化バイアスに、えー、あなたは今犯されてるんじゃないですか。うんうん、このままあなた、ちゃんと考えてごらんこ。このまま自分はここに居続けたら、きっとダメになるって、うまくいかなくなるって、今わかってるから一歩踏み出したいって思ってるっていうことでしょうって。だからもやもやしてるはずなんですよって。はい でも、もやもやした先のことをきちっと考えずに、いや、これは正常なんだ。えー、まあ、みんながみんなコロナのため大変なんだとか、いろんな風に思いながら自分のことが正常だって思おうとしている。それが、えー、一歩踏み出す勇気を阻害しているじゃないですかねっていうお話をお、正常化バイアス。 ということで話させてもらいます。これ捉え方すごく難しくてね。うん、結果から逆算して考えたら、うん、なんであの時出ないの？ってなるんだけど。うん、でもその時自分の判断でいやあんなに言われたけど、これいくらなんでもダメでしょうって言って出る、うん、でそこで。すっ 救われるか救われないかって、これまたわからない部分もあって、うん、その辺がね、やっぱり自分だったらどうするかなって考えたら、うん、私もやっぱりいたんじゃないかなって今思いながら伺ってます、まあ。少なくとも、あの、うん、船の中にいるよりも、船の外に出た方が、うん、えー、助かる確率は絶対上がるっていうのは、うん、あの、冷静に考えればわかること。はい、でも 関内放送を聞いてるから、正常化バイスがかかってしまって、うん、え船内いたら確実に、沈、え、没、ー、してり出れないんだから、死んでしまうじゃないですか、えー、その辺を今のまま行って、大丈夫なんか、もやもやするよなっていう気持ちになった時に、そのもやもやを大切にするっていうことが一番大切なんだっていうお話をさせてもらって。 えー、まあそのお話の一環として、まあ、いろんな話をしたんですけども、えー、人生っていうのはね決して思い通りにはいかないんですよ。あよく分かってますよ。よくわかってます <laughs>、はいね、でも一生懸命やってるとあれ,、まあ、あれはあれで正しかったなって思うことに出会うっていうのがあって。はい、まあそれれを一番、うん、言われてるのが ジョン・ディ・クラウ・ボルツっていうスタンフォード大学の先生が、えーえー、唱えられている理論で計画的偶発性理論っていうのがあるんですよ。これどういうことかというとあの最初の目的とは違ったんだけど こういろいろやってる時例えばケーキ作ると思って、まあ、ケーキ作りスポンジからやってるうちにスポンジの作り方で、えー、あこ,れこ,うこの小麦粉はこうやったほうがいいんじゃないこの小麦粉がいいんじゃないとかなったら小麦粉の研究を始めてしまったはい、はい、小麦粉の研究を始めてしまうとあのなんか小麦粉の作り方までこう勉強してしまったそ、えー、一番初めケーキ,ケーキ職人になりたかったのにどういうわけかあの小麦粉作りの一人者になってしまった。はい みたいいなな話があるるとすすじゃないですか、はい、これが、えー、計画的偶発性理論っていう話なんで、うんえー、まあそういうことも踏まえながら、えー、一歩踏み出す勇気っていうのは正常化バイアスかって抜け出すことだってその話をさせていただいたんですねはい今日は正常化バイアスまたちょっとネットで調べてみましょうかね、うん、はい、はい、ありがとうございましたそれでは今日はこの辺でお相手は吉し清松松本久美子でしたせーのいいね,いいね